やあ、せつのけいすけだよ。皆さん、また帰ってきました。色欲第4話ですよ、皆さん。すごいよね。第3話との最終回投稿したのがさ、だいたいちょうど1ヶ月前ぐらいなんよね。それからもう第4話がプレイできるってすごい俺は嬉しく思います。作者さん頑張ってますな。で、今回はシザーガール通り魔事件。シザーガールだって。シザーマンの新手のやつが出てきたよ。なんなの？クロックタワー4発売記念みたいな感じなのかな？よっしゃ、やっていきまーす。よー。キャプション。あ、これは前も、前と一緒なんやけどね。で、ここ、決定機押したらこう出てくる。これも前回まで通り。あれ？前回のパートも、前回も回もそうだったけどさ、なんでこんな哀愁漂うような、BGM で始まるんだ、これ。俺の名は、夢見てる。前回、ホスト失踪事件を解決した、怪奇探偵だ。もうそんな愛称ついてるのか。前回の、犯人、姫野ゆりは、ホストを例の見る夢で殺し、夢を、死体の隠し場所として使っていた。俺自身もホストとなり、命を狙われ、自力で解決したのだった。だが、もう限界だ。KYな先輩、そして家族の裏切り。数々の裏切りによって、俺はピンチへと追い込まれたのだった。もうやばかったもんな。第3話の終盤、もう味方ゼロだったもんな。あんな恐ろしい目に遭ったのだ。もう、ホストはやめようと思っている。それがいいよ。デル君にホストは合わんかった。制作、アイムシアン。ってことは、今回どんな仕事についとんだろうな。再び、ホストクラブ、ドリームス。え？俺はホストを辞められなかった。なんで？なんで？毎日のように家まで迎えに来るキラ先輩。そして、なぜかキラ先輩に味方する家族たち。家族たちって、猫のルナも混ざっとんかい。俺は強制的にドリームスまで引き連れてきてしまっているのであった。ブラック会社やん。ブラック会社ってところじゃないやん。身内にまでブラックな人間がおるやないか。回し者がおるでないか。そしてそのブラックな家族、その1であります。お兄ちゃん。ルナ。先輩にジュースもらっちゃった。ペロ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 言い過ぎだよ、ルナ。そうか。よかったな。ルナはこの店に入り浸れるようになってしまった。もう秘密基地みたいな感覚だろ、お前。キラ先輩と仲良くなったようだが、幼いうちからこんな場所に出入りするなんて。まずいぞ。ダメな大人になってしまう。ルナ、お前絶対友達いないだろ。ああ、お兄ちゃん。キラ先輩に焼いてるんでしょ。いや、そういうわけじゃ。大丈夫。先輩は女の人なんだよ。何を言ってるんだ？何を言ってるんだ、ルナ。あんな怖い人が女なわけないだろう。まあ見た目は女っぽい感じの、見た目も人をことも、人をような気もするけどさ。開店までまだ時間があるな。誰と話す？おっ。今回こんな感じで始まるんだな。はあ。ジムの人って誰だ？ちょっと待って、このジムの人さ、どう見たって女性の髪型よな、これ。わー、俺、女性の人と話すわ、これ。なんで龍河さんやキラ先輩見てて男と話さなあかんのね、俺女性の人選ぶわ。わーい。え？ちょっと待って、この声聞いたことあるんですけど、ちょっと、え？あれ、前回の話できてないかな、つかない、この声。うわーわあまさかとは思ったけど、え？ゆりさんで。どうしたの？どうしたのじゃないわ。え？前回の話でさ、逮捕されたんじゃないの？
あ、証拠不十分とか言ったな。やけんかな。ゆりさん、驚かさないでくださいよ。ごめん。ゆりさんはドリームズの事務員として働き始めた。あの事件の後、例の夢見る夢とともに死体が消えてしまい、彼女は証拠不十分で釈放された。あ、やっぱそういうことなんじゃな。いや、だからってなんでドリームズで働いてんだ貴様は。そして俺に言われた待ってるという言葉を信じてドリームズでやってきたのだった。え、それお客として、え、それお客として来るのを待ってるって意味じゃなかったの？働き始めちゃったよ。思ってるよ。なんか可愛い持ち方。あ、でも、ちょっと胸元、すごいな、お盆を持っていながら胸元はちゃんと見せてきてるっていうゆりさんのあざといところが可愛いです。だけどゆりさん、どうしてここへ働き始めたんだ？ホストはあなたにとって敵だったはずでしょ。だって、テルは私を待ってくれるって言ったじゃない。それはそうだけど。それに、もう行く場所がないんだもん。私、頼れる人もいないし。テルが待ってるって言ったんだから、責任も取ってもらうからね。うわー、テルくん。未来の嫁、ゲットですね。年上の女性、ゲットですね。羨ましいですね。何の責任だ。この人、ホストを殺しておきながら。いや、だからこそ、つくなりのつもりなのか。だが、龍河さんが雇ってしまったものは仕方ない。この人ともうまくやっていくしかないんだ。デル君としてはちょっと壁作ってるな。距離を置いてる感じやな。けどあのユリさんの話し方、完全に友達以上恋人未満ではすまんような喋り方だったけどな。よっしゃ、じゃあ龍河さんと話そうか。それにしても龍河さん、ホストがたくさん殺されたのによくユリさんを引き受けましたね。確かに。ああ、殺されたのは他のお店のホースだったからな。ライバルが消えた方がうちにとっては好都合だろ。怖っ。笑顔でなんてことを言うんだ。龍河さんって結構やばい人ね。やばい人ですね。龍河さん、ユリさんの本名は何て言うんですか？龍河さん、ご存知なんでしょう。ここに来る連中はここに何かを抱えているんだ。本名か本名じゃないかなんて大したことじゃない。いや、俺たちは源氏名が本名なんですけど。ヒラ先輩の本名なのか。いや、源氏名の意味ないじゃん。あくまで隠し通すんですね、龍河さん。まあそんなところだ。はあ、結局ゆりさんの本名を教えてくれないっていうか、もう完全にゆりっていう名前で通していくんやな。ヒラ先輩、話しましょう。あ、そっちから話しかけるの。はい。ちょっと来い。え、なんすか。まさか、カツアゲっすか。やめてくださいよ。サヒさん。お前、龍河さんのこと、どう思う？え？そういうさ、上司のことどう思うとか、そういう話しにくいことを、後輩が、ちょっと話しにくいことを言うのやめてくれませんか？ちょっとやめてください。ここらで放送店のオーナーやるなんて、普通はできることじゃない。あの人、何か裏があると思った方がいいぜ。マジですか？ああ、気をつけた方がいい。それと龍河さんの兄貴は、オカマなんだ。マジっすかどうでもいいけどマジっすかって思うようなことをぶっこんでこないでください。そんな真顔で。なんでぶっこんできてるんですか？うわ、大声出すな！バレるだろ。今の話は黙ってろよ、テル。え、じゃあなんで喋ったんすか？なんで俺に言ったんすか？言わなくていいでしょ今。はい、なぜそんなモヤモヤする話をしたんだ。ミーティング始めるぞ、集まってくれ。よし、集まったな。だってさ、俺ら4人以外に誰がおるんや。あ、ルナちゃんは覗くからね。ルナちゃんは関係ないから出て行ってね。みんな知っての通り、ユリに事務で働いてもらうことになった。
知ってると思うが、ホステル暮らしの張本人だ。さらっとすごいこと言ってるね。じゃないわ。じゃないわ、絶対。でごまかせるような言葉じゃないわ。あ、俺はごまかせるけど。俺はごまかせるけど。行くところがないって言うんで、うちに来てもらった。みんな、仲良くしてやってくれ。あ、よろしくお願いします。当の彼女はもう、自分の過去を捨てとるような感じの立ち振る舞いしとるな。すごいな、この人。とんでもない店だ。あと、警察から注意喚起情報が出てるぞ。え、なんすか？え、龍河さん、もしかして、やばい先に手出してるんじゃないですかね。大丈夫ですか？うちの店。え？先日からこの辺りで通り魔が出ているらしい。え、待ってください。ホスト殺人事件の後からさらに通り魔が出てるんすか？この辺り物騒っすね。警察何やってんだ？ほら、今日の新聞にも載ってるぞ。シザーガール出没。新宿区で通り魔出血多量で死亡。ほうほう。男性がハサミで切りつけられる事件。男性は陰部を切り取られ。なんか嫌な情報。わあ、男の俺には嫌な情報だ。わあ、女性にはわからんような痛みの、俺のちょっと感覚、ちょっと気持ち悪い感じ。シザーガール、ハサミで陰部を切り取っていく女？これは？見ての通りだ。犯人は夜道で男を襲った後、チン、陰部を切り取っていくらしい。龍河さん、なんで言い直したんですか？隣にゆりさんいるからですか？ゆりさんって結構チンポって言われてもさ、平然としていられるそうなタイプの人間かなって思うんやけど。目撃情報で、目撃証言で女ということは分かっているが、犯人は霧のように消えてしまうそうだ。はあ。ホストがチン、陰謀を聞き取れながら、シャイにならないからな。あ、龍河さん、いつも普通にチンポチンポを読んだろうけどさ、もう完全に隣におるゆりさんを気遣って陰部って言い直しちゃうんだ。こんなのホストじゃなくてもシャリにならないですよ。ごもったま。そう通りだ、テル。みんな、一人歩きには十分に注意してくれ。霧のように、消えた。まさか、これは、例の仕業なのでは。何か起こったら例の仕業って、妖怪の仕業レベルの感覚で例の仕業ってなるテル君であります。お兄ちゃん、まだいたのかお前。ちょっと店のミーティングまで入ってきてるのか。おい龍河さん、注意して。龍河さん、普通はダメなことだ、注意して。ルナ、この事件は分かってるよお兄ちゃん。事件解決に向けて動き出すんだね。ルナ、俺の気持ちをさせてくれるのはお前だけだよ。私はいつでもお兄ちゃんの味方だよ。ほん、え、いや、ちょっと待って。前回のパート、前回の話、前回の話見た後でその言葉は全然信用できんぞ、お前。それじゃあ、こう記事は気になるから、ハサミで切り抜いておこうね。ルナちゃん、それは、あれなのか、狙ってるのか、ちょっとブラックユーモア出してる、そういう感じの受け狙ってるのか、お前。なんだ。ルナちゃん、それ、狙ってるんだよな。それ、無意識のうちにそういうシザーガル的な行動してるんじゃないんだよな、お前。いたたたたた。ちょっと、くっ、ハサミの音を聞くと何か痛い気がする。事件のことをちょっと関連付けてしまって。そうか、陰謀を聞いとるシザーガールの記事。あれを見たから自分のものが嫌いだと脳が錯覚を起こしているのか。もうリズミカルにチョキンチョキンさせるんじゃないわ。俺の股間もちょっと手を押さえてきてじゃないか、お前。やめろ、ルナ。その音は。いや、そこまではならんと思うよ。てるくん、俺はそこまではならんと思うぞ。
そこまではいかんと思うやけどな、俺は。てる、どうした なんでゆりさんそんな笑顔な今は他の3人とは違ってなんでそんな笑顔でゆりさんだけゆりさんにはちょっと驚いた顔を見せてほしいよ、たまには。お兄ちゃんお腹痛いの？てる、どうしてそこを押さえてるの？嬉しそうだなゆりさん嬉しそうだな、そこを押さえてるのって言うあたり。いや、やめろ、ゾウゾウと群がるのは。大丈夫、大丈夫だから、俺のことは気にしないでくれ。そんな目で俺を見ないでくれ。なんやねんこれいや、この流れでオープニング入らんといて、なんか。いやー、なんかいやー誰すごい気になる人物出たよね、今。なんかすごい気になる、濃い人物出たよね。わあ、おお、ちゃんとホラーはしてるね。ああ。おお、おお。ちゃんとこのテーマ、オープニングが合わせてきてるんやな。シザーガール、ハサミの音。おお。なんかいろいろと不安なことがあるけど、まあ、すごい期待できる。